チョイスしていかなきゃいけない。で、自分の自己責任においてそういうお店をチョイスしていかなければいけない。で特にこういうお魚を食べたからっていってすぐにね、こうなんかこう下痢になったりとか吐き気を催したりっていうものではありません。食べ続けることによって体の中に蓄積する。だからそこのお店のものだったのかなんかわからないわけです。でも確実にダメージを与えられて、いつの日かそういう生活習慣にかかっていってしまう。ですからどういう食べ物をチョイスするか、ね、そういったこともこれから、考えていっていただきたいと思います。で、牛なんかもそうです、ね、今問題になってますけどね、アメリカ牛を入れるの入れないのやってますけれども、じゃあアメリカ牛ばっかりが悪いのか、そんなことないですよ。もう今抗生物質だとか重金属の塊になっちゃってますね。その他ちょっとこれ出す前に言うんですね、ちょっとえぐい写真だったもんですからね、先にあの見たくない人は見ないようにしてくださいっていうの忘れちゃったんですけどね、お魚ね、これは鳥なんかもこんな状態ですね、非常に恐ろしい問題ですよ。それからじゃあ国内だけでありません、ポストハーベストね、輸入のものです。これ見てください。これレモン、それからイチゴなんですけど、これ上のレモンはこれ日本のレモンです。でそれに対してこれ下のレモンは輸入のレモンなんですね。でこれイチゴもそうです。上が日本、下が輸入のイチゴなんですね。でこれあの取ったその日初日ですね。でこれ右側が取ってから10日経ったレモンとイチゴなんですけど、どうですか、取った日から10日経つと日本のレモンは腐ってます。それに対して輸入のレモンは腐ってませんね。イチゴも同じ、10日経つと日本のイチゴはちゃんと腐りますね、食べ物ですから。でも輸入のイチゴどうですか、これ左のイチゴが比べるとちょっと緑色のところがなくなって売れちゃったりなんかして、少し美味しそうになっちゃったりなんかしてます、ね、こんな状況ですね。これなんで起こるのかっていうと、ポストハーベストっていうのをいわゆる輸入の際、ね、向こうの国から出す瞬間にかけるんです、ね、こんな状況でかけるんですね。で船便で全部来ますね、オーストラリアだとか、または東南アジアだとか、アメリカだとか、ヨーロッパ、いろんなとこから船でこう積んでくるわけなんですけど、やっぱり最低でもですね、2週間から1ヶ月ぐらいかかります、ね、ちょっとこう台風が通りましたとか、ちょっとこう事故があって回り道をしなければいけなかった、そうするとあっという間に1週間2週間経っちゃうんです。ですから船便っていうと大体1ヶ月で行ける航路だったら倍の2ヶ月分ぐらいのポストハーベストをまくんです。ポストハーベストって何か、最終農薬なんですね。これ見てください、これスプリンクラーみたいじゃないですか、バーってかけるんですよ、びっちゃびちゃになるまで、ね、これがスーパーに並びそれを買ってくるんですよ、ね、賞味期限なんて書いてありますけどどうかしら、ね、よくあのブロッコリーなんて買ってきますとね、ブロッコリー一番わかりやすいです。こうブロッコリー買ってきてね、こういう傘みたいなとこありますね、この傘のとこにこうお水をパッ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 ってかけてみてください。全部きれいにこう水たまりになって落ちていくと思うんですよ、ね、でなんかそれでなんかきれいだななんて思うかもしれないですけど、ありえないですよあれ、本当はあれ何がかかってるか、ね、このブロッコリーの頭にはワックスがかかってるんです、ね、カーワックスじゃないですよ、ねね、ああいうワックスではないんですけども、でも食品用のワックスなんです、ね、どうですか、ワックスのかかった、ね、食べ物を食べて胃をピカピカに磨いてもね、なんぼ車好きだって言ったってね、綺麗好きだって言ってそんなことは必要ないと思うんですよ、誰も見ませんから、なんつったって自分自身があまり見ませんから ね。ですからそういったワックスのかかってないものの方がいい。でもなかなかそういった食べ物っていうのは今現在難しいんです。ですからそれをどうやって農薬だったりとかワックスだったりとか化学合成物質だったりとか、ね、添加物、こういったものを買ってきたとしても自分の台所で口に入る前に全部落としてしまうか、ここが一番の課題になってくると思うんですね。で、またそれが美容で入ったとしてもどうやって自分の体から抜くべきなのか、ね、それ知らんぷりしてですね、買ってきてそのまま食べてですね、化学合成物質だらけの体になって、しかも抜いてあげることもしないで蓄積していったらどうなるのか、ね、えらいことになるわけですよ、ね、それからこういう農薬ね、これはイラクじゃないですよ、これ日本ですからね、ね、日本の農家のおじさんがですね、こう農薬撒くときに、ね、こうすごいですから、それでマスクをかけて、まあ、自分の身を守るんです。でもこの一生懸命作ってくれてるこのおじさんの手、ね、農薬ってこんな威力なんですよ、ね、ものすごく荒れてしまうんです、ね、こんな状況になるんですね。でもそれを私たちは食べています、
ね、それをある猿がですね横取りをして食べました、ね、このお猿さんから生まれてきた子供の子猿、どうですかこれ、手足がないんです。奇形ですね。それから農薬でもう一つ思い浮かぶのが、ね、お水水質問題です、ね、よくあの今日は茨城県の方もいらっしゃってるかな、ね、近いですからね、健康相談でかかってくるときに必ず言われます、うちは井戸水なんですけれども、ね、何でしたっけ、あそこの霞ヶ関、あそこの水道のお水飲むぐらいだったら井戸水飲んだ方が全然いい水ですなんて言われるんですけれども、ね、茨城県のほとんどの井戸水が飲んではいけないとか危険性があるとかって保健所が言われるんです。ですが必ず保健所に入ってくださいって私は言うんですけれども、今ね湧き水なんかでも非常に危険なお水なんかもあるんです。ですから日本というのは蛇口をひねれば魔法のようにきれいな水が出てくる、これは昔の神話ですもん、ね、今現在となっては、ね、水道局を通せば全てお水というのは全部人の手がかかったお水になります、ね、だからと危険かっていったら確かにね危険な水を水道局が流しているわけではないですから、ね、いい水を流してくれているつもりではいるんですけれども、じゃあ実際には塩素濃度だったりとか、ね、重金属であったりとか、それはやはり人間の限界点というものがあります。その中で許容範囲というのを決めてる、やってるだけです。でも美容でどんどん体の中に蓄積していくんです。ですからいかに自分の家庭でこういったお水に入ってる悪いものを全部ろ過していくか、こういったことがこれからは必要になる、ね、うちは、ね、南アルプスの天然水これが湧き出るからどうでしょうかね。ただでさえですよ、ギリシャなんかではね、あの石灰石こう彫刻なんか全部溶けていくんです。そんな酸性雨から始まって、ね、空気中にはいろんなものが物質が含まれています、人間の科学のせいで。そしてその上で例えばゴルフ場なんかでもね、こんな農薬をまいていきますし、全てに今地球上の土壌という土壌が死んでしまっている、ね、死んでしまった土壌に雨が降ってそれが地下に入って地下水となってそれが湧いてきてそのお水を飲むわけですから、ね、どこまで土壌が、全部クリアにできるか、なかなかクリアにできなくなってきた、そういう現在であるということです。だから人間の手をかけて最後に自分が飲むときにどうそれを全て排除して飲むか、こういったことが非常にテーマになってくるかと思うんですね。で、そういうことをしないと当然こういうねアトピーの子どもたちなんかも生まれるんです。いや、すごいでしょう。かわいそうですよね。アトピーっていうのは簡単な話ですね、私たち、ね、お母さんの体母体ですね、母体の中には昔のようにきれいなお水で満たされてたとしましょう。簡単に言うとね、こうやってきれいなお水で満たされて体全体がそういうお水でだいたい 50% から 60% 以上人間の体は水分なんです。でこういうクリアーな透明のお水で満たされていた、そこに化学合成物質、ね、添加物、農薬、いろんなものがこの中に混ざり合っていわゆる簡単に言うと墨汁みたいになったと思ってください。真っ暗な、ね、この墨汁みたいになってしまった母体、ここの中で育つ赤ちゃんはどこで育つか、ね、お母さんの羊水で育ちます。そしてこの子宮羊水というのはお母さんが最もここに集中して栄養分を運ぶところなんです。ですから例えばシャンプーをします、ね、頭です、飲んではいません。なのに飲んでもいないシャンプーが全部皮膚にこうね溶け込んでそれが全部子宮に行くんです。だから今の子供って生まれるとシャンプー臭いんですよ、ね、その上今若い子なんかでよく金髪にしてる子いますよね。金髪、あの金髪にしての女の子とかね、男の子はもうそうなんですけれども、事故かなんかにあって、ね、お医者さんでこうやってね頭蓋骨のとこ切ってパカッと外すと頭蓋骨真っ金金なんですよ。そのぐらい染み取っちゃうんです。ですからね、いわゆる、天然のね染め剤とかもあります。すごく時間かかるんです。1ヶ月ぐらいやってやっと染まるんですけれども、でもそういったものをかけていかないと、ね、金髪するのにねその日バーってやればすぐなる、20分ぐらい我慢すればいい、確かに楽なことなんですけれども、で頭蓋骨まで真っ金金になるってことは、頭蓋骨が真っ金金ってことは、で全て血液に乗って女の子だったら必ず子宮に行くんです。男性は全部肝臓に行くんです。でそのようにして体にダメージを与えてしまうということは、一番墨汁で真っ黒になるのがこの羊水なんです。そこで子供が育てば
子供のね体の中は牧獣だらけになってるのは当たり前じゃないですか。だからアトピーになるんです。じゃあどうやったらいいのか、アトピーの子供たち、ね、牧獣だらけの体、簡単な話です。お水をどんどん足せばいいんですよ。でお水をどん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 足していくと、牧獣は外にどん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 溢れていきます。溢れていくと最後はクリアのお水に変わります。コップのお水と同じなんです。ですから、ね、こういう子供たちも諦めずに、いかに新陳代謝を高めて、悪いものを確かに渡してしまった、でもそんなにね思いっきり私のせいなんだなんて思い込むとうつ病になっちゃいますから、ね、そういうお母様方あまり自分を責めないで、この子供を今どうしてあげるべきなのか、でそうやって体をどんどん体質を改善していってあげれば、ね、アトピーから帰ってこれるっていうことも起こります。私は全国のねいろんなアトピーの子どもたち、ね、その母親のお母さんたちとねお話をしてきましたけれども、ね、頑張って今やってチャレンジしているお母さんたちたくさんいますから、ね、一緒に戦ってもらえればと思います。今からちょうど20年ぐらい前はひどかったんですね。そのひどくて、いわゆるね、これさえ飲めばみんな元気かなんか言ってですね、コマーシャル打つとですね、日本人っていうのはコマーシャルに弱いんですね。みんなわーって飛びついちゃうんですよ。でね、とんでもないものを売っていたりとか、ね、売って儲かったお金でとんでもないことをやってみたりとか、ね、そうやって国民の信頼を失っていったものです。でそういう本当に一番厳しい時代、ね、私どもの予防協会というのを設立したんですが、設立した時にこの推奨選定制度という制度を作りました。これは品質と安全性の証というマークでございまして、これが3つ目の柱という、ね、推奨選定制度というものなんです。これはですね、さまざまある健康食品、健康器具、そういったものの中から、これなら、ね、安心して食べてもらえる、で使ってもらえる、でこれなら安全な会社である、そういった会社に、そういった商品に推奨マークをつけるというものなんですね。最終的な目標は、健康産業全体の健全化を目指すために作りました。でも18年前です。まだまだできない。だから、国民の目安基準となるような企業、国民の目安基準となるような商品、それを選別し推奨マークをつけることで安全な食品というものを国民に提供していこう、それが推奨マークです。ですから我々は推奨マークというのは企業のために作ったものではありません、ね、国民の消費者のために作ったマークなんです。現在までに17年間、まあ、これ18年間ですね、ごめんなさい、18年間で推奨企業は、今51社しかありません。非常に狭き門なんですね。で全て1業種1社です。これはね、いわゆるブームで作るような会社がいっぱいあるんですよ、健康産業っていうのは。で我々はいわゆるブームだとか流行りだとか、ね、そういったことで商品を作るような会社とは提携したくないんです、ね、だってせっかく推奨マークをつけたのに、ね、売れなくなったらやめますなんて、こんな会社と手を結びたくないじゃないですか。ですから各業界のパイオニアと呼ばれるような、いわゆるこの商品をもって国民を健康にしたい、そういう信念を持って研究開発をやる、そういう企業に推奨マークをつけたい。そのために1業種の中で1社推奨マークをつける。ですからアガリクスなんか60社あったとしても、340社あったとしても1社しかマークをつけないのがうちの推奨選定制度というものなんですね。ではそこでですね、どんな審査を行っているか、大きく分けると3段階です。ね、まず第1段階目、これは商品の内容についての審査なんですね。ここにあの臨床なんてありますけれども、いわゆる我々がやる臨床というのは、ラットだとかマウスではありません。全部人体実験です。そのために体の中に入ったり体に触れたりします。ですから一番最初に審査をするのは危険性がないかどうかです。どんな成分であっても人間の人体に対して、ね、これは有害である、もしくは無害であるかわからない、ね、こういうものが一つでも含まれていたらこれはもう推奨絶対しません。審査にもかけません。その後認証やりますから、ね、じゃ危険性がないというと初めて第一次審査に進むんです。ね、ですから私どもの協会に持ち込まれる商品群というのは年間だいたい百数十社うちに持ち込まれます。ね、我こそは、うちの商品こそは推奨マークをつけてほしい、こうやってね全国からいろんな企業が来るんです。でこの企業が、その危険物質が入ってるか入ってないかっていう調査をしてこの第一次審査にかけていくんですね。だいたい半分ぐらいに減ります、ね、でそれをかけて今度はですね危険性がないということになると、実際に効果効能がきちっと出るかどうか、
なんですね。でこの効果効能っていうのはいわゆる生活習慣病ですから、がん、心疾患、脳疾患、ね、糖尿病だったり高脂血症だったり腎臓病だったり肝臓病だったり、あらゆる生活習慣病に対して効果があるかないか、これを調べます。ただし我々も教会です。医療機関も本来は言ってはいけないんですけれども、いわゆる効果があったとしてもそれを公表するわけにはいきません。で、なんでか、薬事法、健康増進法という法律があります。特に我々は教会ですから、この薬事法、健康増進法を広く世に知らしめていかなければいけない立場で、特にこういう健康産業、メーカーさんなんかをそういった方向にきちっと位置づけていかなければいけない、そういう立場を取っています。ですから我々教会そのものが違反をしてはいけません。ですので、効果効能があったとしてそれを公表するわけにはいきません。でも公表しないからといって効果のないものに推奨マークをつけるつもりはありません。ですからこの第一段階で効果のあるなしというものを全部測ります。そして、きちっとした効果があるであろう、有効であろうということになると、じゃあこの有効である商品、これはこのぐらいのレベルに達している企業っていうのがどのぐらいあるか、ね、うちに申請していない企業も全部調べていきます。そうやって数社に絞り込んだ会社を今度は第二次審査、ね、企業審査にかけるんです。これはいわゆるこの中にも事業主の方がいらっしゃるかと思うんですが、通常はね、相手の会社の企業を調べようと思うと、そこの企業の赤字とか黒字とか、ね、これからの業績はどうかとか、そういったところを調べると思うんですが、我々にとっては確かにもちろん調べますけれども、それは最重要課題では全くありません。一応やる程度です。で、健康産業といってもですね、どんなにお金がなくて小さな会社でもいいものを作る会社はたくさんあります。かえって皆さんがよくテレビなんかで見られるようなコマーシャルバンバン打ってね、あの会社は素晴らしいななんて思えるような、そういう、ね、ものすごく大きな大手の会社、そういったところでもなんでこんなものを作ってんだろうっていうのは商品がいっぱいあります。 ですから我々は会社の大きい小さいではなくて、本当にいいものを作ってるかどうか、それをこの第二次審査の中で調べるんです。いわゆる、ね、その会社の理念です。会社の理念ということは社長さんの考え方ですね、ハートです。本当にこの商品を持って国民を健康にしようと思っているかどうか、この辺を調べていくんですね。でこれで調べて、はい、これでこの企業もいいでしょうということになると、この理事会総合審査というのをかけられるんです。で当初私どもの予防協会を作ってくれた、お医者さんというのは6600人いました。ね、でも6600人がいつもここにいてですね、商品の選定やってるとですね、まとまる話もまとまらないんですよ。ですから6600名の中から15名うちの理事になっていただいてるんですね。理事会というのがあって、で6600分の15ですから、でどういう人間が選ばれるかというと、いわゆる一番、ね、著名であるとか、一番有力であるとか、力を持ってるとか、ね、いろんな研究に長けてるとか、いわゆるスペシャリスト、ね、スペシャリストの中のスペシャリスト、こういう人間が選ばれるわけです。この15名の理事会によって最終的な決議が行われます。でもこの百数十社も、ね、持ち込まれた企業がここの最後の審査にかけられるのは大体年間で 3,4 社です。でその 3,4 社の企業が最終的に、はい、推奨マークですって言ってつけられるのが大体年間1社程度です。ですがかなり狭き門で、この推奨選定制度というのをパスすることができるのが年間に1社ずつ、現在ではそのぐらいの、件数なんですね。前はね、1年間で3社とか、一番多い時でも5社なんていう時ありましたけれども、今はもう全く1社ずつぐらいですね。それで今51社なんですね。でそういう部分の中で、じゃあお水の機械、ね、お水というものを扱っている企業はどういうふうにしてあるかというと、実は、電解水精製機というお水があるんですけれども、これを作っているメーカーが、東京の、ね、東京駅のすぐそばにあるんですけれども、エナジックという会社があります。で今日、皆さんに集まっていただいている中にはエナジックの、ね、会員の方もいらっしゃるかと思うんですが、でこのエナジックの作っているレベラックシリーズというものが非常に優秀であろうということで、我々は推奨マークをつけさせていただきました。今日ね、ここの会場になんかデパートからもしくは、ドラッグストアからチラシをもらってここに来ましたなんていう人いませんでしょ。で皆さん大人に座ってるお友達に連れてこられてここに来てると思うんです。でこのレベラック、いわゆるエナジックという会社はマルチレベルマーケティングというマーケティングを行っています。で、マルチレベルマーケティング、ね、簡単に言うとネットワークビジネスというものなんですね。でネットワークビジネスと聞いた瞬間に、
と思う方もいるかもしれないんですけれども、ね、このえっていうイメージというのは今からちょうど15年とか、ね、20年ぐらい前につけられてしまったイメージなんですね。ここ10年、ね、ネットワークビジネスって非常に真面目になりました。ね、ある意味では、普通の流通経路よりもむしろ合法ではないかなと思われるほど今経済の中では、注目を浴びているビジネスの一つです。ね、このネットワークビジネス、ね、どうしても未だにやっぱり、エナジックの会員さんなんか特にねそういう人に触れると思うんですけど、ね、ネットワークって聞いた瞬間にああネズミねイタチねとかねいろんなこと聞いてると思うんですよ。ね、ネズミ講とか、ね、いろんなこと言われてますけど、あのネズミ講とマルチってまた全然違うんです。でマルチとマルチレベルマーケティングっていうのもまた全然違う法律なんです。そのきちっとしたマルチレベルマーケティングという法律の中で今は本当に法律を守らないとすぐに検挙されます。ね、そういうところでこのエナジックって非常にねもう長い年数このビジネスをやってるわけなので、ね、全く法律には問題なくきちっとしたビジネスとして位置づけられているものなんですけれども、ね、それでもやっぱり国民の中では今から20年も前のイメージを持ち続けている人がいます。ね、これを私あの石頭って呼んでるんですけれども、ね、あの悪い意味ではないですよ、ね、頑固者って呼んでるんですけれどもね。でこの石頭なんですけれども、でもよく考えてみてください。このうちの理事会、ね、この審査そのものはお医者さんたちがやります、ね、ということは国民よりもさらに固い人たちなんです。もともとうちの教会を作ってくれたのは6600名の医師なんですから、ね、これ私はアイアンヘッドって呼んでるんです ね鉄の頭、ね、でお医者さんって固いじゃないですかね。じゃあ今日200名の方に私が伝えたで皆さん予防医学をちゃんとやってください、こんなことやってください、あんなことやってください、こうやって伝えたことをこの200人の皆さんがたった1人に伝えるだけで明日には400人に膨れ上がるんです。この力を借りないで他ないだろうと私は思いました。早くしなければ、この予防医学を早く伝えなければ日本はダメになってしまう、その思いの中で、ね、このネットワークビジネスに注目をしたのが私だったんです。でもじゃあ推奨してくださいよと言って持ってってはいそうですかなんて納得してくれるような人間たちじゃないわけですよ、ね、書類を持っていきました。先生こういう会社でございます、うんそうか、ね、今度はどこの会社なんだね、どれどれってパッと1枚目をめくった瞬間ですよね。ここのところにネットワークビジネスって書いてあるわけですよ、ね、これを見た先生はです ね見た瞬間でした。手がこうやって震えるんですよ。で震えた手を、ね、こう見ながら顔がこう真っ赤になっていくんですね。でこれを私は横で見ながらですね、あれこの先生って糖尿病だったっけなと思ったんですよなんかね、いきなり発作が起こったのかなと思ったんですけど違ったんですね。でいきなりね先生がスクッと立ち上がりまして ねここで渡してましたからすぐ目の前にいるんですよ。この私の顔めがけて、ね、その先生がバーンって書類を投げたんです。で私の顔に当たって書類がバーンってこうね宙で舞いましてね、ね、本当に鳩が豆鉄砲を食らう大ごと言うんでしょうね、はぁーみたいな顔になったんですよ。そしたら先生がですねバッと指さして、貴様だ、こんななネットワークなんてネズミ講に推奨マークなんか与えたらうちはどうなると思ってるんだつって怒られたんです。もう半泣き状態でした、ね、いやいや違うんですって書類をかき集めて、先生もう一回ちゃんと見てくださいならんって言われたんですよ。ならんですからね、お前はお殿様かっていう世界だったんですけれども、ね、そんな状態から始まったんです。3年目口聞いてくれなくなったんですね。4年目目も合わせてくれなくなりました、ね、で必ず私の副会長っていう人がいましてね、鹿田さんという副会長がいたんですけど、この副会長のカバン持ちをやってたんですね。彼がこうなんか厚生労働省とかどっか行くときに必ずこうカバンを持っていくんですけれども、ね、その先生のですねカバンをこう持とうと思った瞬間です、その先生にですね汚えなって言われたんですね。ですから今小学生がよくいじめにあってますけど、あいじめってこんなに過酷なんだなってその時思いましたね、それでも持って生き続けたんです。で5年目、ね、先生にねとうとう言われました。鈴木な、お前な毎回毎回こんなネズミ講なんか持ってきやがって、ね、お前ねこれからお前の人生はないとそう思えと、いい加減お前しつこいんだよって言われたんです、ね、この中にもいらっしゃいません、ね、還元水っていいのよなんてね、お水飲んでなんて買わなくていいから私今日持ってきたからなんて、
ね、1日2リットル、2リットルでいいから飲んでなんてね、一生懸命こう持っていってね、もうあの水はいいわよなんて言われた人この中にもいると思うんですよ。しつこいわねなんて、ね、しつこいって言われたらこう言ってください。僕はこう言ったんですけれども、ね、しつこいんだよ。いや先生、しつこいんじゃないんです、熱心だと言ってください。ね、もうその時もね、理事会が笑ったんですね。もうクスクスって笑ってくれましてね、これチャンスと思って私はパッと前に立ちましてね、で理事会の皆さん、ね、せっかくですから僕の話を一回でいいから聞いてくれと、1時間僕にくださいって言ったんです。そしたら引っ込みつかなくなったんですね。じゃあ喋ってみろってなったんです。ありがとうございますって言ってですね、こういう壇上に立って喋ったんですよ、ね、6600名、しかも東京都ってね、他の県から一番ね、力を持ってるわけですよ。これ一番力を持ってる6600名の代表15名がここに並んでるんですから ね、 ね、まるであのもう本当白い巨頭状態、ね、ゴロちゃんになったような気分でですね、そこに立ちましてね、かっこいいな俺とか思いながらですね、説明を始めました、ね、5年間ネットワークのこと勉強してましたから自信があったんですよ。で喋り始めたんです。で喋り始めて1時間半か終わって、私は胸を張りながらですね、先生お聞きになっていただきましたね、いかがでございますかって言ったんです。そしたら何て言ったか、15名の先生がみんな口を揃えて、お前の言ってることはようわからんって言われたんですね。スルッときましたね。こんな一生懸命説明したのにと思って、やっぱりこういうのはダメだって言われたんです。で困ったなと思って前に立ってですね、すぐに土下座しました、ね、この辺が体育会系ですよね。もう大会系の土下座すればなんとかなると思ってるんです。はい、思ってます。ね、土下座したんですね。で私が説明するから分かんないと、ね、ちゃんとした人間を連れてきますから、ね、来月の理事会でもう一回話を聞いてくれって言ったんです。したら分かった分かった、まあ、いいから立てとか言われてですね、ありがとうございますって言って、私はもうその日のうちからいろんな社長さんに会いに行って、ね、この押し出しの強いネームバリューを持った人いないかとか ね、顔のこうきつい人はいないかとかですね、厳しい顔の人いないかとか、いろんなことを聞いて回ってですね、で結局最後に選んだのが、今でもネットワークビジネスっていうね、本にこう時々出てくるような、ネットワークビジネスの評論家の先生を一人、それとネットワークビジネスを専門にやっている、弁護士と税理士の先生を一人ずつ、全部で3人ここに連れてきたんです。で、理事会の席で説明をしてもらいました。で何が起こったか、たった20分の説明ですよ、ね、全員の理事の先生が15名全員が、はあ、ネットワークビジネスっていうのも随分変わったね、ネズミ講もやるじゃんって言ったんですね。で、ネズミ講とマルチの話もしてるんですよ。で、マルチとマルチレベルマーケティングの違いも話してるんですよ。で、それを納得した上で、はあ、ネットワークビジネスは変わったねって言ってるんですよ。なのに次の言葉はネズミ講もやるじゃんですからね。で、そのぐらい頭固いんですね、でもその人たちがですね、ここから変わったんです。1年間かけてこのマルチレベルマーケティングを勉強したんですね。だから今はもうね、どっちかというと、ネットワークビジネスをやってるメーカーの社長さんなんかよりもネットワークについては多分詳しいと思います。でそうやってこの第二次審査の中で、ネットワークビジネスではより厳しく審査を行ってます。でネットワークビジネスで一番やってはいけないことは一つだけあります。何か犠牲者が出ることなんです。100万人になろうが1000万人になろうが、たった一人でも犠牲者が出たらもうこの組織は崩壊するんです、ね、その崩壊する時の過程において、なんだ予防協会なんてって言われるんです、ね、だからそのために犠牲者が出ないような仕組みになってるかどうか、これをもう本当に細かく調べていきます。ですから例えばエナジックという会社が、あの大城日野良という社長さんがね、過去に遡って1回でもクーリングオフでミスをしてたら、多分うちは推奨マークをつけてません。でこのぐらい厳しく審査を行って、合格マークっていうのを